津の翻訳家、日本文学研究者。妻の小川綾子によると、イヴァンの読みは、イヴァン。ロンドンに生まれる。父は、米国人の小説家のアイラ・モリス。母は、スウェーデン人の小説家エディタ・モリス。両親は戦後広島に、広島ハウスを設立し、母エディタは、小説、広島の花などを書いた。裕福な、ユダヤ系アメリカ人の父とスウェーデンの、 没落名家出身の母の一人息子としてイギリスに生まれる。一家の自宅は食肉解体業で財を成した父方から働く必要のない両親は子供にも関心が薄く、母親は息子を残して世界中を旅しており、寂しい幼少期を送った。寄宿学校ゴードンストーンを経てフィリップスアカデミーで学ぶ。第二次世界大戦で、 イギリス軍小高校候補正として、米国海軍日本語学習プログラムに参加し、それがきっかけになって、日本研究を決意。米国海軍で働いた後、ハーバード大学で日本語と日本文化を研究し、1946年に卒業を。1945年に通訳として来日し、被爆した広島市を訪れた最初の外国人の一人となった。 1948年に大学院生として東洋アフリカ研究学院に入り、アーサー・ウェリーの下で源氏物語を研究し、1951年に博士号を取得。BBC やイギリス外務省情報局に勤務した後、妻の綾子と共に1956年に再来日し、両親が開いた広島の被爆者支援施設に協力。 1958年、ソ連政府が、ボリス・パステルナークのノーベル文学授与を辞退させた、サイ、エドワード・サイデン・ステッカー、ヨゼフ・ロゲンドルフと共に、日本展クラブのソ連政府に同調する姿勢を批判した。日本滞在中に、日本のナショナリズムと右翼を執筆。身分の安定のため、コロンビア大学に給職を申請するが、アヤコによると、 大学からの返事を待つま不安から泣くこともあったという。1959年に妻と共に英国に戻る。1960年、無事コロンビア大学に教授職を得て、渡米。1973年まで東洋学部で教えた。1966年には、オックスフォード大学セントアントニーカレッジの 特別研究員に選ばれ、1969年まで東アジア言語文化学部部長を務めた。日本古典文学の研究の権威で、英文著書のほか、聖昌納言の枕の創始、皿品日記、再角作品他の古典や、昭和文学では、中島敦三月期、三島の金閣寺、大岡翔平、のび、おさらぎ次郎、旅寺など多数を英訳。 パズルゲームにも造形があった。光源氏の世界は、1965年に、ダフ・クーパー賞、ダフ・クーパープライズを受賞。晩年の著作となった、後期なる、敗北、第9章体制を数拝。西郷隆盛は、映画監督、エドワード・ズウィックの作品、ラストサムライに、多大なる影響を与えた。三島幸男や、ドナルド・キーンの友人であり、在日中には、 三島と小旅行にも同行し、三島は自決直前に、遺作、北上の海出版に監視英文で書簡を送っている。なおモリスは、高貴なる、敗北の女で、以下の文章は、三島の霊に捧げられるべきものであると述べている。1976年に、旅先のイタリアボローニャで、心臓発作により急性した。母親のエディーターイントロダクションバイシノぶ徳川の、 解説序文コロンビアユニバーシティープレス、ニューヨーク1966、オックスフォードユニバーシティープレス、ロンドン1964、セコアンドアールブルグ、ロンドン1975、編長シリーズ世界のパズル1、藤井義春役、2、おききく子役、1978年。ありがとうございます。